皆さんこんにちは、春風みなです。今日はですね、ブログ講座の話をしようと思ってて、なんで私がね、ブログ講座を始めようかと思ったっていうと、まあ自分自身がブログに関してものすごく苦痛だったんですよね。なんて言うんだろうな、まだ開業届も出してない時から、まあ、ずっとブログは書いてたんですよ。まあ、多分何年も前、もう一回削除したこともあるんだけど、心やマスターコースに通っている、あれ何年前 ?3年前の時からもうずっと書いてて、でももうね、1日3記事書いてもなんか70アクセスだとかして、すげえ辛かったんですよね。なんかもうなんで、それでね、ちなみになんだけれどもね、辛いって思うのってなんでだったんだろうっていうのを後々振り返ってみたんだけど、私もうこれ一本で食っていかなくちゃいけないみたいな、なんかすごい変な追い込み方を自分でしてたんですよ。いや、なんかこう方程式、70アクセスじゃお客さんの目にも止まらないし、集客できないし、売り上げにつながらなくて死ぬみたいな、だからそういう方程式を自分の中で持ってて、めちゃめちゃ辛かったんですよ。だから、もうこんなに書いてるのに全然ダメじゃんみたいなって言って、もうずっとね、ダメ出し続けてたわけですよ、自分に。こんなんじゃダメ、あんなんじゃダメみたいな、もっと自己開示しなくちゃみたいなことをずっと思ってて、でそれでやってらんなかったわけですね。で、なんだっけ、去年私自身もブログ講座を受けてみて、で結局よ、なんかこうノウハウ的なことをいっぱいやったのよ。その前にも後にもいっぱいやったの。なんかフォント変えてみたりとか、なんか文字幅調整してみたりとか、いろんな工夫したんですよ、いっぱい。でそれである時に、あ、もういいやって思って、やめたんですね。なんかそのノウハウに突っ走り続けるのをやめたんですよ。それでも関係なくアクセス伸びたし、ブログのフォロワーさんも増えたし、なんか売り上げも入ったんですよね。でそれであれ?と思って、これ何だったんだろうと思ったんですよ。で結局何かなって思ったら、やっぱりですよ、もうみんな耳にタコだと思うけれども、あり方の話だったんですよ。安心してブログに発信する。自分はこういう人間です。こういう考え方をしてます。こんな風に物を考えて感じて泣いてますみたいな、なんかいっぱいそういうことを、なんかね、肩にぐんぐん力を入れて出すんじゃなくて、なんか息するように普通に、みたいな感じで、なんかブログを書くことをしてったんですよ。そしたら、私の中で何が変化があったかっていうと、とかいう思う気持ち、いちいちアクセス数確認してあーとか思う気持ちが減ってったんですね。すごくこれっちの方がいいなと思ったんですよ。アクセス数を見て、なんか一喜一憂するのもすごく疲れたし、なんか、売り上げ立たないとか言ってるのもすごく疲れたし、もういいやと思って、で、自分はどういう風な心のあり方をして生きていきたいのかなっていうことをもう一回焦点を当て直したんですよ。アクセス数が高くなるっていうのって、あくまで手段でしかないわけですよね。でみんなそれで何を味わいたいのか、自分がどういう感情を味わいたいのかなって思ったら、なんかほっとしたいし、リラックスしたいし、なんか無邪気に自分を表現して、こう、私こんなこと考えてるよみたいなことをやりたいんだよなと思って、それが本来だなって思ったんですよ。でね、これにたどり着くまでの過程として、ノウハウっていうものにものすごい突っ走ってやっていくこともすごく私はね、いい方法だと思うんですよ。やっぱ見やすいし、なんか自分がね、ノウハウをぐん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 やっていくことによって、なんかこうブログの見栄えが良くなっていって、なんか可愛くなっていくんですよね。自分がそのブログに対しての愛情をすごく込められるようになっていくから、私はノウハウもすごく大事だと思ってるんですよ。あり方が全てっていうよりも、あり方だとか、なんか整えるツールとしてのノウハウを使ってアクセス数を上げるっていう目的じゃなくて、なんか、ああ私のブログかわいいって思うためのツールとしてのノウハウだと思うんですよ。だからそれを、そのためになんかノウハウっていうことも私はブログ講座でお伝えしたいし、でそれでそれをやっていった結果、やっぱこうあり方とか自分がなんかホッとする気持ちだとかが結局出てくるよっていうことを伝えていきたいんですよ。だから
あり方っていうそのメンタル面の部分と、ノウハウっていうハウトゥー部分の部分を両方とも伝えていきたいんですね。で、私はなんでこれやりたいかっていうと、やっぱり頭でっかちさんだったりするから、ノウハウだとか、なんかこうツールだとかをね、使うこと結構得意だし、上手に伝えられるから、それをいくらでも伝えたいなと思ってるし、で、あと心やリセットカウンセラーのマスターコース行ってたから、で、それで心のあり方だとか、どういうふうにアプローチしたらいいだとか、ちょっとその人の心の中にある、なんかブロックそうだなっていう部分だとか、やっぱ見えてくるんですよ。そこもなんか質疑応答の時間だとかで答えが言えたらいいななんて思っています。そんなブログ講座を今週の金曜日に開催をします。ぜひご参加ください。役に立ちます、楽しいと思いますのでぜひ参加してもらいたいなと思ってます。もちろん無料でも全部の情報はブログで出していこうと思ってますので、何参加まで暇って思ってる人は、ブログでよろしいかと思います。意地悪言いました。すいません。来てほしいです。よろしくお願いします。春風みなでした。バイバイ。